2024年末をもって和楽器バンドが無期限活動休止する。和楽器バンドはボーカル、ギター、ベース、ドラムといった一般的なバンド編成に加え、琴、尺八、津軽三味線、和太鼓の和楽器を加えた8人で構成。新感覚のロックエンターテインメントバンドとして10年間唯一無二の存在感を放ち続けてきた。そんな彼らは10月に全ての人に贈るギフトのようなベストアルバム、オールタイムベストアルバムサンクス8層の音と映像作品、和楽器バンド大新年会2024日本武道館80の翼をリリース。今回バークスではこれを機に活動休止前最後となるソロインタビューを実施、それぞれに今の素直な気持ちを語ってもらった。第1回目は黒龍、和太鼓のインタビューをお届け。最年長メンバーとして常に責任と誠意を持ってバンドを支え、まさに大黒柱のような存在であった黒龍。そしてその身をもってエンターテインメントを体現してきた。そんな彼が未来の和楽器バンドに送る言葉を聞いてほしい。誰かの背中を押す音楽が作れたことは本当に自分の人生の宝物。和楽器バンドは2024年1月に開催した和楽器バンド大新年会2024日本武道館80の翼で活動休止を発表しました。そこから時間も経ちましたが、今の考えをお聞かせください。黒龍、僕はずっと公言してるんですけど、個人の感情としては1日でも和楽器バンドを長くやりたい、たくさんやりたい。メンバーミーティングでも対外的にもずっとそれを伝えてきて、もちろん今でもその気持ちは変わってないんですが、やはりバンドは集団でやっているものだから、例えば無理に続けることで精神的に辛くなるメンバーがいたりとか歪みができてしまうのはやはり良くないので、今回は和楽器バンドらしく全員の平均値を出した上での活休になりました。だからといって大きな声で活休ですって言って回るわけじゃなく、ちょっと冷静に見ていますね。とはいえやはり寂しい気持ちは当然ありますよね。黒龍、活休が決まるまでは僕もすごく辛かったし、もちろん感情的になってしまうこともありました。あともったいないなって、和楽器バンドはもっともっとできると思うし、これから海外もどんどん行けると思っていたので。でも10年経ってそれぞれのメンバーの生き方の選択なんだなって納得はしています。僕は一番年上なので、確かにこの年齢の時はいろいろ考えたなっていう経験値もありますし、人生で選択をするタイミングってあると思うんですよ。それがたまたま今だったという。僕はそういった年齢なりのいろいろの経ての今なのでいいですけど、メンバーがそう思ってしまうということはしっかり理解してあげなきゃいけないですよね。だから自分の中では活休に対しての気持ちはすごく落ち着いたというか、着地した感じです。最年長ならではの俯瞰した思いもあったんですね。黒龍、まあ解散じゃないので、あくまでも活休じゃないとこのタイミングでバンドを止めるのは意味がないなと思っています。何よりもずっと応援していただいている皆さんにショッキングで悲しい思いをさせてしまうので、僕らはしっかりと強い思いを持って作品を届けていかないといけない。それは僕らの責任だなと思っています。僕らが悲しいとか寂しいとか言ってる暇はなくて、自分らで決めたことなんだし、自分らが悲しませてしまってるんだから、僕らはもう全力でやるしかない。それが応援していただいてる皆さんへの誠意かなと思っています。一方でやはり受け止めきれないファンの方もいらっしゃって、
プロリューさんはファンクラブのブログなどで代表して和楽器バンドの思いも伝えてきてくれました。それも誠意の表れだなと見ていました。プロリュー、僕は基本 SNS で重い話はしたくなくて、せっかくエンタメとして見に来ていただいているのであれば楽しいことを発信していきたいという気持ちがあるんです。ファンクラブのブログであれば皆さん活休のことも分かった上で読んでいただけるので、あの場に思いを綴ったんですよね。やっぱり一言説明するだけで心が軽くなったりするじゃないですか。わからないことが一番モヤモヤしてしまうし、思いが強いからこそ不満も出る。もっとこうして欲しかったという意見が出るということは、その分愛情が強かったということですよね。だとしたら、今こういう状況でメンバーからは発言ができないんですよという説明があるだけでも納得できるはずで、それはスタッフさんやチームの方々ではより大きな大人の事情があるから難しかったりするんですよね。だからメンバーの中でも僕が言うのが一番皆さんに納得してもらいやすいのかなと思って、経験上思っているだけでは伝わらないことはたくさんあるので、これからも伝えられることは伝えていこうと思います。私自身もやはり活休のニュースを見たときは正直悲しかったです。ですが今回このベストアルバムオールタイムベストアルバムサンクス8層の音を聞いて、もうこれが全ての答えだと思いました。バンドの気持ちが直接伝わってきたんです。プロリュー、本当にこれが全てを表しているし、作品を聴いてもらってライブを見に来てもらえれば多分納得できると思います。本当にかつ休前最後の最高のプレゼントになると思います。具体的に作品の内容についても聞いていきたいと思います。収録曲を決めるファン投票の結果はいかがでしたか？プロリュー、ファンの楽曲人気はいつも気にしながらライブを作っていたので、僕らの予想通りの結果でしたね。入るべき曲が入っているなと思ったのですが、こうして並びが変わるだけでもまた一つ違う聞こえ方がするので非常に面白いですよね。プロリュー、初期の作品は8人が先にレコーディングしたモンカチみたいなアレンジで作っていたので、今回こうして改めてまとめて撮り直すと、やはり音が一つの作品としてまとまりましたね。ただアレンジはほぼ変えていないんです。それはわざとそういう風にしていて、展開やフレーズを変えれば違った感じは出しやすいんですけど、それって弾きたいのはこれじゃないのにになってしまう。だから今回のそのまま再録するというのはすごくいいなと思っていました。僕も自分の好きなアーティストがアレンジしていると、あ、それもいいんだけど元のバージョンを聴きたかったんだよって思っちゃうことがありますし、今回に関しては改変ではなく改良といった感じですよね。格段に音が良くなっている。プロリュー、アレンジし直すわけじゃないけど、ライブでやってる曲たちなので、ライブをやりながらフレーズがどんどん変わっていくということはあるんですよ。それをそのまま出しているのでライブのグルーヴ感もあると思いますし、いい感じでまとまったなと思っています。アレンジをあえて変えた部分はないんですね。プロリュー、起死回生、リレコーディングで一瞬だけ僕がちょっとフィルを変えるとかくらいですかね。起死回生、リレコーディングはラストサビのフィルをちょっと変えてるんですけど、それは原曲のデモには入っていた音なんですよ。へえ、クロリュー、マッチー、マチヤにもちょっとデモバージョンに戻してみていい？って話して取り入れてみました。それは歴史だから意味があるのかなと思って。独少年と人よ物語リレコーディングに関してはいかがでしたか？プロリュー、そうですね、
あの時はまだフレーズ的にもそんなに凝ったこともしてなくて、決めに合わせて打ってる感じなので、改めてアレンジを聞き直してみて、シンプルなことをやってたなって。もう何十回何百回ってやってきた曲だから、自分のフレーズの作り方の違いをすごく感じましたね。でもこれはこれで自分の歴史でもあるから、あんまり手を加えずにあの当時のままのプレイで再現しました。こんなにシンプルでも伝わるんだなと、逆に新鮮でもありましたね。こんなシンプルなアレンジもあえてちょっとやってみたいなと、手数が増えたように感じていたのですが、プロ流ああ聞こえるようになったんです。先行配信した時にファンの方が僕の音が増えたとか声が増えたとか、たくさん SNS に書いてくださっていたんですけど、実は変わってなくて、声に関してはわざとオリジナルと同じところでしか発声してないですし、だいぶミックスで印象が変わるということですね。プロ流はい、マッチーが設計図を作って、ここの周波数にはこの音をで全部聞こえるようにしてくれているんです。全員の音がクリアになって、いろんなフレーズが見えるようになってるだけなんですよ。ミックス作業に立ち会うのすごい楽しかったですよ。他のメンバーのあ、こういうこと弾いてたんだっていうのを知れたのも面白くて、ご自身の作詞作曲起死回生は印象変わりましたか？黒龍、僕ライブではサビで打ってなくて煽ってるじゃないですか。だからレコーディングでサビのフレーズを打ったら、わさびやマッチーがこういう風に打ってたんですね、初めて聞いたって驚いてて、かっこ笑い。音楽ってその時の情景が自然と思い出されますよね。レコーディングしてたらその時の精神状態がフラッシュバックしてきて、なんていうのかな、エモいだとちょっと軽い感じになっちゃうけど、感慨深くなりました。未だに起死回生を聞いて、受験頑張れました、仕事頑張れましたっていうお声をいただくことがあるんですが、誰かの背中を押す音楽が作れて世に残すことができたことは本当に自分の人生の宝物だと思います。プロ流さんは昔から応援ソングを書いてきましたよね。それはご自身を鼓舞するためでもあったとおっしゃっていました。プロ流、本当にいろいろな曲作りましたけど、結局そういう曲になってしまいますね。最近はデモ出すにしてもそういう曲しか書いてなかったんです。採用されるか否かじゃなくて、自分が出したいと思う、自分が得意だと思うものを出していこうと。本当はガツに叫ぶ夜が自分のリアルに一番近いんですけど、それだと誰も元気になんないし面白くないですしね、かっこ笑い。僕も音楽に力をもらって生きてきたタイプなので、これからも人を応援するような音楽活動をしていきたいと思っていますね。他、リレコーディング曲で聴いてほしいポイントがあれば教えてください。黒龍、笹目ゆき、リレコーディングが今回一番型が変わってます。オリジナルはオーケストラも入ってて、僕も大太鼓を使ってかなり派手だったんですけど、今回はそぎ落としたアレンジにしています。太鼓も大太鼓じゃなくて宮太鼓の小さいものを使って音の広がりをなくしました。全体的にわびさびを意識したアレンジですね。引き算ってとても大事、和って言うと派手なイメージもあると思うんですけど、僕はわびさびの趣のあるものが本当の和のかっこよさだと思っているので、そういう意味では笹目ゆき、リレコーディングはかなり進化していますね。10年培ってきたものとか、年齢を重ねたことによる人間の深みとかも現れているような気がしました。黒龍、そうですね、多分8人全員がこのアレンジいいねって思える年になってきたんじゃないですかね。
昔のイケイケの時だったらもっと激しくしようってなってたと思います。かっこ笑い。